どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が高還元率のクレジットカードであるリクルートカードについて特徴やメリット、デメリットを解説していきたいと思います。これから作成しようと考えている人はぜひ参考にしてください。まずは時間がない人のためにリクルートカードについて簡単にまとめます。カード利用額に対して最大 1.2% のリクルートポイントが付与されるところが最大のメリットです。高還元率でリクルートポイントがたまり、ポンタポイントや D ポイントにも効果交換できます。電子マネーチャージでもポイントが付与されるため、電子マネーユーザーも保有する価値は十分にあります。年会費無料で高還元を求めている人にはおすすめのクレジットカードです。ではここからリクルートカードについて詳しく紹介していきます。まず年会費や利用料からです。基本無料ですのでランニングコストはかかりません。唯一かかるとすれば ETC カードの発行費です。1100円かかります。ただし国際ブランドが JCB なら発行手数料は無料です。付与されるポイントや還元率ですが、リクルートカードを利用することで貯まるのはリクルートポイントです。毎月の利用金額に対して 1.2% のリクルートポイントが付与されます。もし利用金額の合計が1万円だった場合、付与されるポイントは120ポイントです。リクルートポイントはあまり使い道がありませんが、ポンタポイント、Dポイントに等価交換できます。こちらに交換することで様々な店舗やサービスで利用できるようになります。またリクルートポイントには通常ポイントと期間限定ポイントの2つの種類があります。通常ポイントは有効期限が最後にポイント加算された日から12ヶ月後の月末までとなっています。一方期間限定ポイントは1ヶ月程度で消滅することが多いです。リクルートカードの作成にはリクルート ID が必要です。作成したら公式ページから申し込みができます。国際ブランドを選択して必要情報を入力したら完了です。審査に通ると発行完了メールが届きます。カードが到着したらあとはどんどん利用していきましょう。リクルートカードは海外国内旅行保険やショッピング保険など保証内容も充実しています。海外旅行保険は利用付帯で最高2000万円、国内保険は利用付帯で最高1000万円、ショッピング保険は年間200万円までとなっています。ではここからリクルートカードのメリットについて紹介していきます。全部で5つありますので1つずつ紹介していきます。1つ目は還元率です。リクルートカードの還元率は最大 1.2% です。国内で人気の楽天カードやペイペイカードは最大 1% です。この2つと比較しても 0.2% も変わってきます。2つ目はリクルートサービスを利用した時の還元率です。ホットペッパー、ジャラン、ポンパレなどのリクルート関連サービスでは最大 3% のポイント還元が受けられます。加えてカード利用額に対して 1.2% のリクルートポイントも貯まるので最大 4.2% の高還元を受けることが可能です。3つ目はポンタポイント、Dポイントに交換ができる点です。リクルートポイントはポンタポイントや Dポイントに等価交換できます。つまりリクルートカードを使えばポンタポイントや Dポイントをお得に貯めることが可能です。この2つのポイントを貯めているユーザーにもおすすめです。4つ目は電子マネーへのチャージです。リクルートカードは電子マネーへのチャージでも最大 1.2% のリクルートポイントが付与されます。ビザブランドとマスターカードブランドでは楽天エディとモバイルスイカ、スマートイコカにチャージができ、 JCB ブランドはナナコとモバイルスイカにチャージができます。これらの電子マネーを利用している人は今まで以上にお得に利用することが可能です。ただし JCB ブランドからのチャージは2022年2月16日から 0.75% の
還元率になりますので、その点は理解しておきましょう。5つ目はポイント付与の計算期間です。リクルートカードは月間の合計利用額に対して 1.2% のリクルートポイントが付与されます。クレジットカードの中には個別会計ごとにポイントを付与するカードも存在しますが、こちらと比較すると端数が少なくなるので還元率は 1.2% に非常に近い数字になります。続いてデメリットです。2つありますので詳しく解説していきます。1つ目はリクルート経済圏の魅力が薄いことです。ホットペッパーやジェランなどで高還元率になり多くのポイントをゲットできますが、残念ながら使い道は限定されます。とはいえポンタポイントや D ポイントに交換することで利用範囲は一気に広がります。こちらの方がお得ですので積極的に交換していきましょう。2つ目は電子マネーチャージに対してのポイント付与上限です。メリットのところで電子マネーチャージでもポイントが付与されると言いましたが、実は上限があります。毎月合計3万円までです。もし4万円チャージした場合、1万円分に対してはリクルートポイントはたまりません。ここは知らないと還元率が大幅にダウンしてしまうので、頭にしっかりと入れておくようにしましょう。では最後にまとめます。リクルートカードのメリットはやはり高い還元率です。メインカードとしても十分なパフォーマンスがありますし、電子マネーへのチャージ専用としても最適です。リクルートポイントをポンタポイントや D ポイントに交換すれば使い勝手は大幅に増加します。とにかく還元率の高いクレジットカードを使いたいという人にはおすすめです。気になったら作成を検討してみてください。以上、今回はリクルートカードについて紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。